ジャズラさんいらっしゃい。マリュウちゃんいらっしゃい。マクさんいらっしゃい。ハゲてるからカツラかぶることにしました。ハゲてるんでね、基本的に。似合ってる？似合ってないでしょ。似合ってない、カツラだよ、ワイリュウさん。似合ってないでしょ、これ。あれ、間違えました。なんでやねん。なんで？間違えましたってどういうこと？とうとう、アデランス。普通の方がいい？コミュジャックじゃないよ。コミュジャックの意味わかんないけど、毎度。昨日、私、英語ペラペラ風やっちゃったじゃん。英語結構ペラペラに話せたみたいな。トム兄ちゃんいらっしゃい。英語をね、ペラペラにね、話せた風を装ってしまって、今日は外人キャラで行こうかなって思っちゃった。外人キャラで行こうかなって。だから金髪のブロンドにしてみました。外人キャラでやってます、今日は。ハロー。ハロー。そう、背伸びしちゃった、完全に。背伸びだね。背伸びしちゃいました。なんかヤンキーに見えてきたんだんだん。玉の浦さんいらっしゃい。謝りなーって。 英語を話すんですね。イエス。確かに。ただのおばさんなんだか。ただのおばさんだよ。どうも、ただのおばさんです。なんかさ、外人というよりすごいショック。ヤンキーみたい。ヤンキーみたいだね。やめようかな、これ。この枠だけちょっと金髪でやって、あと元に戻すわ。OK？ あと元に戻すね。ごめんね。この枠だけじゃあこれでやりますね。クルーズさんいらっしゃい。歌丸。そう、私ハゲてんだよ。ハゲてんの。だからカツラかぶった。クルーズさんいらっしゃい。英語で打たないで、マクドットコムさん。英語読めないから、基本的に。髪明るくしてないよ。カツラだよ、カツラ。カツラです。カツラだよー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 。カツラです、これは。ダニがいっぱいの。カツラだよー。あら、降りてきました、クルーズさんから。いらっしゃい、どうも、こんにちは、モンスターです。女芸人だよん。違うわ、違うわ。眉毛の角度変えた？変えたかな。何のことじゃないよ、カツラだよ。ただのカツラかぶってるだけ。ハゲてきたから。復習。地下鉄を英語で話すとサブウェイ。覚えてんからね、もう。だいぶ覚えてんからね。よろしく。やってくー。私ね、吸収力早い方だと思いますよ。吸収力は早い方だと思う。昨日勉強したことはなるべく覚えるようにしてる。上げてきたから。カツラだよー。カツラです。湖は？レイク。潜水艦は昨日やってないじゃん。K-POP じゃないよ。潜水艦わかんないよ。覚えてるからね、昨日の言葉はだいぶ。イカは？イカ。
イカ。タコはオクトパス。イカはスルメでしょ？スルメは日本語だもんね。スクイードだって。ありがとう。サブクルーズ。サブクルーズでしょ。絶対サブクルーズだし。サブクルーズ。当たっちゃった？クルーズだもんね。船。サブクルーズだ。潜水艦はサブクルーズ。正解はサブクルーズ。ファイナルアンサー。違うか？違いますか？どう？違う？で、ガバナミ？声が耳痛い。ごめんね。サブマリンか。惜しい。ごめんね。間違えちゃった。失礼。空母は何だろう。空母。スカイマザー。空母。スカイマザー。スカイマザー。当たっちゃったでしょ、どうせ。これは多分当たりなんだよ。基本的に。ん？サブクルーズ？サブクルーズ当たりでしょ、だって。なんで出川なの？なんで出川なの？出川さんがなんで私なのよ。なんで私と。いやいやいや、なんで私出川さんと一緒になるの？なんだろう、言葉。ウォシュレットブラウン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 。で、正解は？正解は何ですか？ブラウンブラウン。ブラウンブラウン。ウォシュレットブラウン。OK？ なんか普通の言葉にしてよ。普通の言葉やろう。普通の言葉。普通の言葉を覚えたい。なんでそこで出川さんが出てくんの？これ面白いか？つまんない話やめろ。だってネタがないんだもん。ネタがないんだもん。シットか。シット。シット。覚えた。シット。シット。オッケー。オッケー。オッケー。シット。イカは何だった？結局。イカは何でしたっけ？イカは何だっけ？スクイード。スクイードって覚えられるかな？覚えられないな。頑張って覚えよう。次、次。次行こう、次。次行こう。もうちょっと簡単な。もうちょっと。マザーファッカー、プッチョヘンザみたいな感じ。タコ。タコはだから言ったじゃん。オクトパス。オクトパス。これなんて読むの？え、タグに？だからやめてよ。漢字博士じゃないんだって。漢字博士じゃないの？漢字読めないの？やめて。
天井？天井は、牛はね、覚えたんだよ、昨日。待って、天井はね、トール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 、なんだろうな、トール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 、高い天井でしょ？トール、トール、トール、ミルフインスクールコ、なんて読むのかわかんない。トール、トール、なんだろうな、壁？なんて言うんだろうな。トール、トール。もしかして、ラルカンシェル？ラルカンシェル？ラルカンシェル。壁。ハイド。ヒントはハイド。ラルカンシェルだ。ラルカンシェル。天井はラルカンシェル。正解？なんだよ、違うのかよ。じゃあなんでハイドっつったの？なんでハイドっつったんですか？今。金龍さん、なんでヒントはハイドなのよ。セーリング。セーリング。あ、そうなんだ。セーリングね。あ、ラルクはフランス語。そうなんだ。だからジャンヌ・ダルクとか言うもんね。ジャンヌ・ダルク。うん。ジャンヌ・ダルクって言うもんね。じゃあ、冷蔵庫は、あれでしょ。コールド？コールド？アス、アス、地球アス。コールド？ボックス。コールドボックス。イエス。コールドボックス。コールドボックス。違う。スは地面？嘘、地球ってなんていうの？ワールド。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 ディアース。そうなんだ。ディアースなんだ。なんでアースだけ知ってたんだろう、私。なんでアースを知ってたんだろう。なんでアースっていう単語を知ってたんだろう。グローブ？グローブ？ああ、難しい言葉ってやっぱり。骨は英語で？また難しいね。また難しいとこ行きますね。骨は英語で、スケルトン。スケルトンだ。スケルトン。スケルトン。スケルト。スケルトン。スケルトン。何？骨って英語で。うん。ポンコーツ。ポンコーツ。ポンコーツに違う、日本語だよ。ボン。ボン。あ、そうなんだ。もうなんかダメだな。英語も飽きちゃったね。もうそろそろ。英語ネタも飽きてきたね。英語ネタも飽きてきちゃった。難しい。中国語なんか一言もわかんないよ。中国は無理無理無理。わかんないわかんない。全然わかんない。1から10までしか言えない。無理。本当に。スワヒリ語も無理。歴史ある？歴史ある？歴史。あ、理科やる？理科。理科やろうか。理科。科学やりましょう、科学。科学行こう、科学。次の授業、科学。顔でかく見える。生まれつき顔がでかい。科学にしよう、科学。科学。科学行こう、科学。はい。どうぞ、問題。今からスタート、どうぞ。
歴史？まあ、歴史でもいいよ。何でもいいよ、じゃあ。H2O、水。H2O は水。水です。炭素の元素記号。炭素。フッ素。あれ、フッ素。炭素。CO2、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 CO2 です。違う？ CO2 じゃない。水兵リーベイ、僕の船。違うか。水兵リーベイ、僕の船。違う？違う。水兵リーベイ、なんだ？水兵リーベイ、僕の船って言わない？合ってるよね、そこまで。水兵リーベイ、僕の船。からの。あなた誰？モンスターです。ハロー。次。カーボンの C、そこまで合ってる？合ってる？第二次世界大戦で負けた国？わかんないよ、そんなもっくん。なんでビッグってせっかく関係ない。話題しかないのか。そうかな。原子番号の一番高い原子番号は1兆。七曲がりシップスクラーク。その意味は僕の鬼。メンデルの法則なんか聞いたことないな。ずっとやってないよ、やってないよ。日読い？大型の両親から生まれた子供は何型になるでしょう？大型？大型。違うの？大型じゃないの？王と王は王じゃない？正解。よかった。江戸幕府の初代将軍、徳川。徳川。徳川さんですよ。徳川。吉宗は8代目でしょ？吉宗は8代目、それは知ってる。徳川家康。あ、もう当たっちゃった、これ。当たっちゃった、やばいやばいやばい。徳川家康、ファイナルアンサー。これ絶対当たった、当たったでしょ。徳川家康、当たった。しゃ、来た。めっちゃ今考えた。竹千代？次の問題お願い。次の問題お願いします。アジアの核ミサイル被爆国は日本ですが、その被爆国はどこ？その他の被爆国は、わかんないな。アジアがどれだかわかんないかな。トモノリ？アメリカの首都は？ワシントン。ワシントンで、それワシントン。竹千代は徳川の子供の子。あ、そうなんだ。おバカ設定がバレた瞬間を見た？嘘。鉄道発祥の国は日本。日本の人口は1億6千万。1億6千万。そんぐらい、多分。あ、そうなんだ。日本が唯一の被爆。そうなんだ。A 型の両親から生まれ子は何型の子供の可能性があるでしょうか？ A 型？ A 型は A 型なんじゃない？ロシアもアメリカも？あ、そうなんだ。随分増えたな。あなた日本人、イエスイエス。いつから日本って名前になった？いや、でも日本ってさ、日本でも日本でもどっちでもいいんでしょ？どっちでもいいんだよね、確か。あなた誰？モンスターだよ、ワンコちゃん。いつからって、だいぶ昔から。江戸時代。1億2、3000万。あ、そうなんだ。なんでオタクの男の子って知識がある方が女にモテるってるんだろうね。モテるって思ってるんだろうね。そうなの？ A 型と O 型。なんで O 型が関係してくるの？今はどっちでもいい？
主がこれまで付き合った男性の数は全然下に決まってんじゃん。A にも AA と AO がある。そうなんだ。オタク男の勘違い。日本の初期、しょ、しょ、しょ、もんちゃんだよ。日本の初代総理大臣は。それね、わかんないの。そこは難しい。昨日寿司屋行ってきた。いいなぁ。AO 型と AO。難しい、そういうのは。立てない。日本の都道府県で一番多くの都道府県として接した。これわかるよ、私。北海道、北海道、北海道。これは北海道だ。100%北海道。北海道、イエス。北海道です。絶対北海道です。北海道です。なりすましじゃないです。北海道。一番大きい都道府県は北海道。ファイナルアンサー。一番多くの都道府県として面し、あ、多くのか。多くのか。じゃあ北海道じゃないね。多く、一番多く、いっぱい接してる都道府県でしょ？日本全国？長野。って答え読んじゃった。ごめんなさい。答え読んじゃいました。すいません。レモンちゃんいらっしゃい。髪型だけじゃない？まあね。接してるって言ってる。ごめんなさい。日本で一番偏差値の低い都道府県。そんなの知らない。そんなのわかんない。問題ができて、理解できてない。ブー、よく読めよって。レモンちゃん、私です。これ案外むずいな。北海道は接してません。すいません。当たり前だろ。てんてんてん。仕事の挨拶だけ頑張ってに、ね、ありがとうに、ね。家庭教師になってください。家庭教師になったって私教えられないわ、何も。三重県、群馬、大目田県。あ、日本、いい質問来ましたね。いい質問。いい質問。日本の都道府県で一番広いのは北海道です。では、一番狭いのはどこでしょう。いい質問ですよ。いい質問来ました。答えましょう。一番狭いのは？一番狭いのはね、一番狭いのは多分沖縄だな。沖縄。沖縄。沖縄です。どうでしょう。考えたらわかるかもしれないじゃん、少しは。違います？違うの？四国、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 ファイナルアンサー、四国、四国。香川県。香川です。ファイナルアンサー、香川。では、本州で一番広い県は？本州で一番広い県は、本州、北海道でしょ？北海道ですよ、それは。本州といったら北海道。沖縄、大阪よりか、そうなの？間違えたからと思う。桂浜といえば何県？わかんない。リスナーのコメント売り。受け売りやんか。岩手県。岩手。ヒント東北。岩手だって答え。長野。へへへ、天才なの。そもそも本州わかってない。まあね。さあ、ピンチョさんいらっしゃい。本州じゃないよ。ハロー。県だぞ。岩手県。答え見ちゃった。電話はどうして回線を通じて会話ができるんですか？それは伊藤電話のさ、伊藤電話の方式よ。方式。伊藤電話の方式だと思います。伊藤電話の方式。伊藤電話の方式。
糸電話の方式。一番 SJ の多い、 SJ って何？スーパージャパン？名古屋、仙台、水戸共通点は？納豆？納豆かな？日本で一番長い川はどこでしょう？日本で一番か長い川？へえ、川？なんだっけ？あれだよ、あれ。川でしょ？川でしょ？アマゾン川じゃないもんね。アマゾンじゃないよね。日本だもんね。アリゾナ州じゃなくてなんだっけ？ナイル川だ。ナイル川、ナイル川違うか。ナイル川は違うわ。それ日本じゃないわ。天の川だ。天の川だ。天の川。そうだ、それそれ。正解、天の川。正解、ありがとう。なんで出川っていうの？私、出川に似てないでしょ、そんな。顔似てる？なんで？出川に似てなくない？顔。似てる？出川さん似てるかな？そんな似てるかな？新海川が正解？そうなんだ。え、似てないよね。プンプンって。近いからだよって。スカイマザー？なんで？出川と聞いて。どれどれ？顔は似てない。少し似てる。顔の名前のことよ、出川って。あ、そうなんだ。似てないぞって。出川に失礼。やばいよ、やばいよ。だいぶ似てる、出川。なんで似てる？誰かに似てる？出川もちょっと可愛く見えてきた。え、なんで？出川に似てる？似てる？似てるのかな、私。似てる？え、似てるかな？似てる顔。口が似てるんだ。口が似てんだ。口が似てるんだって。コスプレじゃないよ。カツラかぶってるだけよ。まあね、いいこと。イギリスの首都はイングランド。イングランド。中身が出川？出川は名前の、川の名前とか。お前の方が面白かった。来てすぐ出川、なんか出川に似てるって言われる。なんでだ？あ、初見バカさんいらっしゃい。いつもありがとう。カツラ撮ってみてて。後で撮るよ。北海道にある山で一番高い山は何という名前？北海道の一番高い山。アルプス山脈。アルプス山脈です、それは。脳内構成。え？オーストラリアの首都。オーストラリアの首都は、オーストラリアの首都わかんないよ。なんか難しい質問しないで、そこまで。そこまで難しいとちょっと困っちゃう。ああって。ロンドンブーツやろって。あ、ロンドンブーツか。あ、そうなの？ケンコバに似てる？エチオピアわかんないわ。ニセコ、日本ちゃう。左で米、右手は芋。まさかの。正解は、旭飛山、和骨、羊蹄山、おバカ全開、アルプスが北海道にあったら日本の終わりだって。だってアルプスって言うよね、アルプス山脈って。イカ？タコはオクトパス。イカはスルメでしょ？スルメか、スルメは日本語だもんね。スクイードだって。ありがとう。サブクルーズでしょ？絶対サブクルーズだし。
サブクルーズ当たっちゃった。クルーズだもんね、船。サブクルーズだ。潜水艦はサブクルーズ。正解はサブクルーズ。ファイナルアンサー。違うか、違いますか、どう、違う。でガバナミ、声が耳痛い、ごめんね。サブマリンか、惜しい、ごめんね、間違えちゃった、失礼。空母は何だろう、空母、スカイマザー。当たっちゃったでしょ、どうせ。これは多分当たりなんだよ、基本的に。ん？サブクルーズ？サブクルーズ当たりでしょ、だって。なんで出川なの？出川さんがなんで私なのよ。なんで私と、いやいや、なんで私出川さんと一緒になるの？うんこは、言葉ブラウントイレ、当たった？しゃ、来た。めっちゃ今考えた。竹千代？次の問題お願いします。アジアの核ミサイル被爆国は日本ですが、その被爆国はどこ？その他の被爆国は、わかんない。アジアがどれだかわかんないかな。トモノリ？アメリカの首都は？ワシントン。ワシントンで、それワシントン。竹千代は徳川の子供の子、あ、そうなんだ。おバカ設定がバレた瞬間を見た？嘘。鉄道発祥の国は日本。日本の人口は1億6000万。1億6000万。そんぐらい、多分。あ、そうなんだ。日本が唯一の被爆。そうなんだ。A 型の両親から生まれ子は何型の子供の可能性があるでしょうか。A 型は A 型なんじゃない。ロシアもアメリカも、あ、そうなんだ。ずいぶん増えたな。あなた日本人、イエスイエス。いつから日本って名前になった？いや、でも日本ってさ、日本でも日本でもどっちでもいいんでしょ。どっちでもいいんだよね、確か。あなた誰？モンスターだよ、ワンコちゃん。いつからって、だいぶ昔から。江戸時代。1億2、3000万。あ、そうなんだ。なんでオタクの男の子って知識がある方が女にモテるってるんだろうね。モテるって思ってるんだろうね。そうなの？ A 型と O 型。なんで O 型が関係してくの？今はどっちでもいい？主がこれまで付き合った男性の数は？全然下に決まってんじゃん。A にも AA と AO がある。そうなんだ。オタク男の勘違い。日本の初期、もんちゃんだよ。日本の初代総理大臣は？それね、わかんないの。そこは難しい。昨日寿司屋行ってきた。いいな。
AO 型と AO 難しい、そういうのは。立てない。日本の都道府県で一番多くの都道府県として接した。これ分かるよ、私。北海道、北海道、北海道。これは北海道だ。100%北海道。北海道、イエス。北海道です。絶対北海道です。明日クルーズさんから、いらっしゃい、どうも、こんにちは、モンスターです。女芸人だ。よーん。違うわ。違うわ。眉毛の角度変えた？変えたかな？何のことじゃないよ。カツラだよ。ただのカツラかぶってるだけ。ハゲてきたから。復習。地下鉄を英語で話すと、サブウェイ。覚えてんからね。もう、だいぶ覚えてんからね。よろしく。よろしく。私ね、吸収力早い方だと思いますよ。吸収力は早い方だと思う。昨日勉強したことはなるべく覚えるようにしてる。あげてきたから。カツラだよー。カツラです。湖は？レイク。潜水艦は昨日やってないじゃん。K-POP じゃないよ。先生か分かんないよ。覚えてるからね、昨日の言葉はだいぶ。イカは？イカ。イカ？タコはオクトパス。イカはスルメでしょ？スルメか、スルメは日本語だもんね。スクイードだって。ありがとう。サブクルーズ、サブクルーズでしょ？絶対サブクルーズだし。サブクルーズ当たっちゃった？クルーズだもんね、船。サブクルーズだ。潜水艦はサブクルーズ。正解はサブクルーズ。ファイナルアンサー。違うか？違いますか？どう？違う？で、ガバナミ？声が耳痛い。ごめんね。サブマリンか。惜しい。ごめんね。間違えちゃった。失礼。空母は何だろう？空母、スカイマザー、空母、スカイマザー。歴史ある？歴史ある？歴史。あ、理科やる、理科。理科やろうか。理科。科学やりましょう、科学。科学行こう、科学。次の授業、科学。顔でかく見える。生まれつき顔がでかい。科学にしよう、科学。科学。科学行こう、科学。はい。どうぞ問題。今からスタート、どうぞ。歴史？まあ、歴史でもいいよ。何でもいいよ、じゃあ。H2O、水。H2O は水。水です。炭素の元素記号。炭素。フッ素。あれ、フッ素。炭素。CO2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  です。違う？ CO2 じゃない。水兵リーベイ、僕の船。違うか。水兵リーベイ、僕の船。違う？違う。水兵リーベイ、なんだ？水兵リーベイ、僕の船って言わない？合っ
ってるよね、そこまで。水兵リーベ、僕の船からの、あなた誰？モンスターです。ハロー。次、カーボンの C、 そこまで合ってる、合ってる。第二次世界大戦で負けた国、わかんないよそんな。もっくん、なんでビッグで、せっかく関係ない、関係ない話題しかないのか。そうかな。原子番号の一番高い原子番号は1兆。七曲がりシップスクラーク。その意味は僕の鬼。メンデルの法則なんか聞いたことないな。ずっとやってないよ、やってないよ。日読医。大型の両親から生まれた子供は何型になるでしょう。大型？大型。違うの？大型じゃないの？O と O は O じゃない？正解、よかった。江戸幕府の初代将軍、徳川。今考えた。竹千代？次の問題お願いします。アジアの核ミサイル被爆国は日本ですが、その被爆国はどこ？その他の被爆国はわかんない。アジアがどれだかわかんないかな。トモノリ？アメリカの首都はワシントン。ワシントンで、それワシントン。竹千代は徳川の子供の子、あ、そうなんだ。おバカ設定がバレた瞬間を見た？嘘。鉄道発祥の国は日本。日本の人口は1億6000万。1億6000万。そんぐらい、多分。あ、そうなんだ。日本が唯一の被爆。そうなんだ。A 型の両親から生まれ子は何型の子供の可能性があるでしょうか。 A 型は A 型なんじゃない。ロシアもアメリカも、あ、そうなんだ。随分増えたな。あなた日本人、イエスイエス。いつから日本って名前になった。いやでも日本ってさ、日本でも日本でもどっちでもいいんでしょ。どっちでもいいんだよね、確か。あなた誰？モンスターだよ、ワンコちゃん。いつからって、だいぶ昔から。江戸時代。1億2、3000万。あ、そうなんだ。なんでオタクの男の子って知識がある方が女にモテるってるんだろうね。モテるって思ってるんだろうね。そうなの？ A 型と O 型。なんで O 型が関係してくるの？今はどっちでもいい？主がこれまで付き合った男性の数は？全然下に決まってんじゃん。A にも AA と AO がある。そうなんだ。オタク男の勘違い。日本の初期もんちゃんだよ。日本の初代総理大臣は。それね、わかんないの。そこは難しい。昨日寿司屋行ってきた。いいなぁ。AO 型と AO。難しい、そういうのは。立てない。日本の都道府県で一番多くの都道府県として接した。これわかるよ私。北海道。これは北海道だ。 100% 北海道。イエス、北海道です。絶対北海道です。北海道です。なりすましじゃないです。納豆かな。日本で一番長い川はどこでしょう。日本で一番長い川？へえ、川？なんだっけ、あれだよ、あれ。川でしょ。アマゾン川じゃないもんね。アマゾンじゃないよね。日本だもんね。アリゾナ州じゃなくて、なんだっけ、ナイル川だ。ナイル川、あ、ナイル川違うか。
ナイル川は違うわ。それ日本じゃないわ。天の川だ。天の川だ。天の川。そうだ、それそれ。正解、天の川。正解、ありがとう。なんで出川っていうの？私、出川に似てないでしょ？そんな顔似てる？なんで？出川に似てなくない？顔。似てる？出川さん似てるかな？そんな似てるかな？新海川が正解？そうなんだ。え、似てないよね。プンプンって。近いからだよって。スカイマザー？なんで？出川と聞いて。どれどれ？顔は似てない。少し似てる。へぇー。顔の名前のことよ、出川って。あ、そうなんだ。似てないぞって。出川に失礼。やばいよ、やばいよ。だいぶ似てる、出川。なんで似てる？誰かに似てる？出川もちょっと可愛く見えてきた。え、なんで？出川に似てる？似てる？似てるのかな、私。似てる？え、似てるかな？似てる顔。口が似てるんだ。口が似てんだ。口が似てるんだって。コスプレじゃないよ。カツラかぶってるだけよ。まあね、いいこと。イギリスの首都はイングランド。イングランド。中身が出川？出川名前の、川の名前、お前の方が面白かった。来てすぐ出川、なんか出川に似てるって言われる。なんでだ？あ、初見バカさんいらっしゃい。いつもありがとう。カツラ取ってみてて。後で取るよ。北海道にある山で一番高い山は何という名前？北海道の一番高い山。アルプス山脈。ジャズラさんいらっしゃい。ワリュウちゃんいらっしゃい。マクさんいらっしゃい。ハゲてるからカツラかぶることにしました。ハゲてるんでね、基本的に。似合ってる？似合ってないでしょ。似合ってない。カツラだよ、ワイリュウさん。似合ってないでしょ、これ。あれ、間違えました。なんでやねん。なんで間違えましたってどういうこと？とうとうアデランス。普通の方がいい？コミュジャックじゃないよ。コミュジャックの意味わかんないけど、毎度。あのね、昨日、私、英語ペラペラ風やっちゃったじゃん。英語結構ペラペラに話せたみたいな。トム兄ちゃんいらっしゃい。あの、英語をね、ペラペラにね、話せた風を装ってしまって、今日は外人キャラで行こうかなって思っちゃった。外人キャラで行こうかなって。だから金髪のブロンドにしてみました。はい、外人キャラでやってます。今日はハローハロー。そう、背伸びしちゃった。完全に背伸びだね。背伸びしちゃいました。なんかヤンキーに見えてきたんだな。玉の浦さんいらっしゃい。謝りなって英語を話すんですね。 Yes。確かに。ただのおばさんなんだか。ただのおばさんだよ。どうも、ただのおばさんです。はい。なんかさ、外人というより、すごいショック。ヤンキーみたい。
ヤンキーみたいだね。やめようかな、これ。この枠だけちょっと金髪でやって、あと元に戻すわ。OK？ あと元に戻すね。ごめんね。この枠だけじゃあこれでやりますね。クルーズさんいらっしゃい。歌丸。そう、私、